じゃあ早速私の方からシビックテックの活動共有ということで発表させていただきます。はい、じゃあタイトルは編み物とシビックテックということで、2022伊佐岐阜シビックテックミートアップということで、自己紹介何度もしつこいようですが、石井哲司と言います。大手運送会社で情報システム分会社に勤務しております。人工知能やロボットを物流に生かすことを考えている IT 技術者です。で、趣味は編み物で、ポートフォリオこれですね。今日他の作品も持ってきてますので、ぜひ手芸部のブースに立ち寄っていただければと思います。で、皆さん不思議に思いませんか？こんな私が編み物を始めたきっかけって何でしょうと。で、出会いは2014年なんですよね。で、はっきり覚えてまして、大垣のミニメーカーフェアっていうところですね、電子工作を見に行ったんです。で、そこで編み物をやってるブースを発見して、珍しいので自分も試してやってみたんですが、全然できなかったんですね。全然できなくて悔しいという思いだけが募りましたと。で、そんな編み物、ごめんなさいね。で、そんな2016年2年後にはですね、リベンジを果たしまして、コード4岐阜手芸部というのを作ってですね、出展したんですね。これはまあ編み物の師匠のね、堀川さんがいてくれたからだとは思うんですけども、こんな感じの雰囲気でですね、大垣ミニメーカーフェアに出展しました。で、編み物とシビックテックの共通点ということで、最初からできる人はいないと。私も苦労しました。編み物、鎖編みができなかった。シビックテックも同じ。プログラミングだってみんなできるわけじゃないぞと。で、二つ目、ないなら作ればいいということで、私、昨年東京オリンピックがあって金メダルを渡したいと思ったんですね。じゃあ編み物で作ろうと思って作ったのが、なんで編み物で作ろうと思ったのかわかんないんですけど、思いました。で、シビックテックもね、なかったら作ればいいんじゃないの。で、あと仲間がいると。編み物っていうキーワードで、やっぱり言語が不要という感じですね。シビックテックも今日集まった仲間は、なかなか言語不要じゃないかなと思っております。で、シビックテックともたらした縁ということで、スラックのロゴのクッションを私編んだんですね。で、それをサンフランシスコにいるスラック社、これで最初に SNS 投稿したときに、誰か、私、海外出張が嫌で嫌でしょうがなかったんですね。嫌で嫌でしょうがなかった、行きたくないと思ったんですけど、行くモチベーションを上げようと、前向きな私は思いまして、スラックのクッションを持っていくという理由ができれば、海外出張も辛くないんじゃないかと思って、試した次第ですね。で、編み物がシビックテックより優れている点、皆さんご存知ですか？それはですね、一つは隙間時間。私はよくですね、電車やカフェでやります。あまり家でじっくりやるってことは最近は多いんですけど、なかなかない。もう一つはやり直せるっていうところですね。作ったものがそのまま作品飽きたら糸に戻せるんですよね。で、こういったシビックテックをカジュアルにもっとできるんじゃないかと私は思ってるんです。編み物を見習って。隙間時間が活用できて、やり直せることが前提なら、シビックテックはもっとカジュアルになるだろうと。結論、編み物からだって学べることがたくさんある。 Become more fun、 もっといろんなもののファンになりましょうということで、私の発表は終わります。